おはようございます。6月11日になりました。いや、昨日はねエントリーミスがありまして、後入れエントリーしたらその後上昇するかと思ったらガクンと下に落ちてですね、全ロスカットということになりました。いや、やっぱ難しいですね、特にこの2週間ずっとなんかね難しいですね。そんなことずっと言わなかったんですよ。ここは難しいぞって。必ず突破口が見出したんですけども、苦戦の2週間、我慢の2週間となりました。活路が見出すかなと思ったら、またね、こんなミスをしてしまいまして、ロスカット。通常のエントリーしていれば、ロスカットまでいかなくとも、そうですね、10ピップスぐらいで利益少なかったかなぐらいで終わってたと思いますけども、逆にですね、トータルで30ピップスぐらい失ったようになりますね。これ何をやってんだというところでございます。まあでもね、気持ちを切り替えていきましょう。基本的には右肩上がりは間違ってないですからね。じゃあちょっと画面を切り替えて見ていきますね。まずはデイリーからです。基本的には右肩上がりは間違えていません。まあですんで、局地的なミス、損失はそんなに、ね、気にしなくてもいいかと思います。この通りフラッグできていますから、私の場合はポジションをその日決済するんで、今のところポジションがない状態ですけども、長期で見ていけば、今ね、含み損であっても、これ含み益の方に変わっていくんじゃないかなと思います。フラッグがまあね、綺麗にできてますからね。まあ、これはね、やっぱり誰から見てもフラッグではないかなと思いますね。いやー、しかしね、昨日惜しかったな。あ、引きずってますね。気持ち切り替えていきましょう。4時間です。ほら、こちらの方から底を作って、まあここでもいいんですけども、今こちらの方に来てますよね。だから右肩上がりにはなってるんです、全体的に。ただ、この辺りに、高値を2つ作ってますんで、やっぱり含み損を抱えてらっしゃる方多いんだろうなと思いますね。この辺りでエントリーした方はみんな含み損ですから、で、なかなかね、こちらの方に戻ってこないっていうところですね。まあけど、上昇に向かうんじゃないですか、やっぱり。そう思いますけどね。まあ含み損を抱えて、ここでエントリーした方はきついですよね。まあそれがないのが、せめてもの救いですね、今回。では1時間でこの先の展望を見ていきます。もう金曜日なんで展望といってもそんなに多くはないんですけども、まあレンジに入ったというふうに一回整理しておきますね。ですんでこれで改めて上昇なのか下降なのか、ちょっと1時間で見る場合は両方に根を張っておこうと思います。109円の195を割るようでしたらこれはセルでエントリーします。109円の615を上回るようでしたらこれはバイでエントリーします。この2つに決めて、この金曜日、そして、場合によってはね、来週明けを過ごしていくようになると思います。いやでもね、思い出してみたら1年にね1回ぐらい、まあ1回ですね、1回ぐらい立て続けに、それこそ2週間とか3週間単位で日の目を見ない時があるんですよ。まあでもね、その代わりその後ってのは大ブレイクするんで、全取り戻しっていうのが効くんで、今までマイナスになる、陥るような時はほとんどなかったんですけどね。FX 始めて5年目。まだまだね、勉強不足というか、難しいところは私勉強せずにほっとくタイプなんですよ。で、取れるところだけしっかり取っていくと。で、取れるところが全体の6割あれば、4割は分からなくて損失を出しても、その差額の2割で勝っていけるって考え方ですからね。これ前からお話してますよね。ですんで私はそういう戦略ですんで、今回はね勝てない4割が続いたのかなと思うところにしておきます。それでは本日は以上です。